イヴァン5世は、モスクワロシアのツアーリ。アレクセイ・ミハイロビチの椅子母は、マリア・ミロスラフスカヤ。弱視と失語症の障害があって体も弱く、当初は、後継候補から外れていた。兄・ヒョードル3世が1682年に死ぬと、ナルイシキン派の要する、イボテー・ピョートル1世が、ツアーリの座を継いだ。しかし、ミロスラフスキー派はイヴァンを利用して、県政維持を目論み。 重兵隊の反乱に乗じて、政権を担うナルイシキ金派を壊滅させた。イヴァンがツアーリとされ、ピョートルは改めてその共同統治者となった。イヴァンの姉ソフィアが、テレム宮殿を出て、摂政となり、主席顧問バシーリーゴリツインコーと組んで、精力的に政治を行った。姉の苦月に過ぎないイヴァンは1684年に、プラスコビアサルトゥイコバと結婚したが、男子には、 恵まれず五人の娘を設けた。1689年9月に、ソフィアの摂政政府が、ピョートル支持派によって倒された後、名ばかりの共同統治者のまま、1696年に29歳で、没した。ピョートル一世は、病苦をして、儀式政務を担い続けたニーヴァンを尊敬していたと、される。四女アンナは1730年に女帝となり、 イバン5世の系統の復活を目論んだが、イバン6世の範囲により失敗に終わった。ありがとうございます。